Yo, what's up, guys? エンジョイダンシングチビタチャンネルを見ていただいてありがとうございます。チンスのチビタです。今日はですね、バンクーバーストリートダンスフェスティバルというカナダのバンクーバーで一番大きいダンスの大会に出てきました。まあ、今日がですね、予選で、トップ4までを決めて、その後に明日の本戦に行くっていう形なんですけれども、結果としては50人ぐらい参加してたのかな、その中で、最後のバトルですね、で負けてしまいました。かなりね、最後2ムーブ目最後は2ムーブだったんですけど、ムーブちょっとぐだっちゃって、あーっていう感じでしたね。でですね、かなり自分の中でも面白い映像が撮れまして、こんなダンスの楽しみ方があるんだっていうのをちょっと皆さんにねお届けしたいなと思います。まずはですね、僕の予選ピックアップされる時の予選の動画と、最後に負けちゃった時の動画を見ていただきたいと思います。では見ていきましょう。では続いてですね、僕がなぜこんなことをしたのか自分でもわからない、この映像を見ていただきたいと思います。ではどうぞ。超うざいですねこれ。でもね、ちょっと自分でもなんでこんなことしちゃったかわかんないんですけど、多分なんかストレス溜まってたんでしょうね。多分なんかすっごいなんか嫌な自分が出てしまった感じがしますね。そうですね、なんかフリーズもなんか微妙にちゃんと決まってないし、ガチって止まってるかと言われたらガチっとは止まってないし、たまたま MC のこの掛け声が僕のエアチェアにはまった感じになってましたよね。なんかもう助けてもらってるみたいな感じなんですけど、それで多分内心ちょっとこれやべえと思ったのも多分あると思うんですよ。内心ちょっとやべえって思いながら、ひとまずガッツポーズとなぜか声を出してごまかすっていう。そうなんですよね、日本にいた時からそうなんですけれども、ごまかしスキルがですね結構高いんですよ僕。
ですね、皆さん多分バトルの時にもうミスったら終わりだ、うわしまったってこうしまった顔をして帰っちゃうことがあると思うんですけど、もうそんなんは気にしなくて大丈夫です。もうですね、ミスっても弓吸ってないよみたいな顔して、あのもうやったったみたいな顔をしちゃってもう帰ってくればジャッジの人も笑ってくれます。まあそれで評価が良くなるかどうかは別として、まあ周りをハッピーにすることはできるかなと思います。なんだそれって感じですね。まあひとまずはですね、ダンス楽しむことが大事だなと思うので、ぜひぜひ、週末イベントも楽しんでみてください。ではですね、来週の水曜日またお会いできるの楽しみにしてますので、ぜひぜひね、チャンネル登録まだな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた水曜日の夜7時にお会いしましょう。ピース。